阪神初回に1失点、6試合連続で先制される。まだ打線にちょっと活気が出てきてるから良いけど、たまにはすっきり安心して見られる試合にしてほしい。また先制点取られてるやん。村上、今日は注意しないと。野手の人たち、つなげるヒットで大竹を助けてあげてください。大竹さん、村上にいつも打たれてるイメージ。まだまだここからよ。はい、切り替え切り替え。今日も何とかしてよ。今日は打ち勝ってや。いきなり球審津川力の失点だから気にするな。大竹は悪くないと思うけどな。もう取られてるやん。大山4番外せどんでん。奥川があんな客死んでるのにゲッツー多すぎる。三振の方がマシや。先頭打者出すからだよ。これは打った村上を褒めるべき。バッテリーは何一つ悪くない。先制されんの早すぎ。阪神の攻撃終わるのも早いのに。また初回失点かよ。シャキッとせい。コメが、また相手に先制点取られたのか。村上はともかく、地味に宮本に打たれすぎちゃうか。またかよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。